はい、2日間通してつながりという言葉を残したいと思います。いろんなご縁をいただいて皆さんとお会いできてよかったですし、こういった形で被災地とつながれてよかったです。いろんな形で、続けて支援していきたいと思います。以上です。はい、古民家再生ツアーに参加しました、モッセイチゴです。ボランティア初参加でしたが、ツアーの関係、歓迎区のメンバーおよび一緒に来たメンバーとすごい、充実した時間が過ごせました。かなり都会では、味わえない多分時間がここでは流れていると思います。最後に僕はここで流れているほのぼのという時間をですね、ぜひ一人でも多くの方に、感じてもらえたなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。思い続ける、まだ、被災地では、復興が終わっていないということと、私たちが自分たちの住む場所に帰るってからも思い続けることで支援が進むと思っています。思い続ける、まあ、24時間前に雨戸1枚作ったんですけども、なんとか潰れずに持っています。その雨戸が、まあ、100年後、ね、まだついてたら嬉しいです。まあ、昨日1枚、今日1枚、まあ、次何枚できるか分かりませんけれども、まあ、それがまあ積み重ねていけばね、復興していくと思いますので、頑張りたいと思います。はい、以上です。よかったです。行動を起こして実際にここへ足を踏み入れてみて、波をかぶった後の倉庫を片付けたんですけど、ものすごい状態だったところを一つ一つ手でのけながらその現状を知ることができました。被災された方の言葉も直接聞くことができました。素晴らしい経験になりました。暑さで大変な作業だったんですけども、これから私たちは家に帰ってシャワーを浴びて冷房の効いた部屋で過ごすことができるんですが、その時にそれができない人たちがまだまだたくさんいるっていうことを忘れずに、これからの自分の生活を送っていってみたいと思います。本当に来てよかったです。来る途中にバスの中で、お父さんを取るか友達を取るかという究極の選択の話や、それからのんびり村のご主人のお話、僕は小学校の、一緒に連れて帰ってこなかったとか、一緒に近所の子を全部連れて帰ればよかったのにとか、いろいろ、まあ、ここに来ないとわからないような話も、伺えて、自分の今命があるっていうことは、これはやっぱりこう何かのために使っていかないといけないなというのを思いました。ここに来れてやっぱりその重さをひしひしと感じることができました。こういうのまた岡山に帰って伝え企画に参加させていただいてとっても良かったです。ありがとうございました。され生きる精一杯ということで、全然見ず知らずの人たちが集まって、同じ思いで何もないところからこんなに形にできたことにすごい感激しました。で、ボランティアという形で来させていただきましたけど、すごい意義のある充実した時間をいただくことができて感謝しています。ありがとうございました。いや、届いててね、どこも届かないな。もう取ってあるからずっと。めちゃめちゃ良かったよ、うん、それ
超楽しかったです。マスミオです。今日初めてボランティアに来て、本当良かったです。超楽しかったです。